はい、皆さんこんにちは。白木果樹園園主の白木浩一でございます。今日はですね、今日も秋晴れの天気ということで、非常にここ何日かは、天気のいい秋晴れの日差しが続いております。そんな中ですね、やっぱり白木果樹園と言いますと、果樹園ということなんで、もともとの起こりはどこなんだというところからちょっと説明させていただきたいと思います。実はこの私の後ろのバックに、結構大きな木ですよね。もう3メーター、4メーターぐらい近くあると思いますけど、この木実は小夏なんですよね。1900年前後頃に、宮崎県の方から、高知の果樹試験場へ、この日向夏、もともとは日向夏なんですけど、入ってきまして、そのうちの、何十本かをここの、いわゆる土佐市近辺に小夏を配布されたそうです。そのうちの1本がうちにもありまして、この木1900年頃ですんで、もう約120年ぐらい経ってます。でうちのね、今98歳のおばあさんがここへ白木家へ嫁に嫁いだ時から、もう75年近くなると思うんだけど、嫁いだ時からこの大きさ変わらんわって言われるんで、結構その時おばあさんがうちへ嫁いで70年経っても、前から大きかったということです。私もね、ちっちゃい時ここにね、5月の、連休あたりにここへ来ると、こう黄色い、小夏がいっぱいなってて、で山で遊んでこれをもぎ取って食べたという思い出があります。で食べるとその頃やっぱり酸っぱいんでね、うわ酸っぱいと思いながら、この汗をかいた後でこの小夏を食べるのが非常に美味しかったという印象を残ってます。このね、下の方120年ぐらい経ってるんでね、やっぱ大きいんですよね。この元もうこのもうやっぱり幅もね広いし、すごく大きいと思います。どっしりとしていてね、なかなかこれね枯れることないと思います。はい、そんなことでね、白木果樹園の始まりはこの木からということでございます。